皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、血流のいいメリットということですね、お届けしていきたいと思います。はい、まあ、僕もですね、炭酸生体というですね、施術をしているんですね。こういった炭酸ミストを使いながらですね、こういった炭酸ミストを体に吹きかけて毛細血管を拡張させて血液の循環を促すというですね、施術なんですけども、これはですね、何をしているかというとですね、肩こりとか腰痛とか筋肉硬くなっているんですね。そういった筋肉にですね、炭酸ミストを吹きかけることによって血液循環を促して施術をするということなんですね。だから硬い筋肉がですね、栄養素を送り届けられながら施術を施すことによって体の状態がさらに上がるっていう方法なんですけども、血流がいいことはですね、僕はもう口が酸っぱくなるほどね、お届けしてるんですけども、本当大事なことなんでね、今日はね、あなたにもお届けしたいと思います。で、十分な血液は酸素や栄養素を全身に運んでですね、細胞機能をサポートしてくれるってことなんですね。そのことによって体のエネルギーレベルですね、体のエネルギーレベルが上がって血流がさらにスムーズになることによって新陳代謝も促進されて、老廃物や毒素の排出も効率的に行われるっていうですね、もう最高のものなんです。血流が良くなるとですね、本当に素晴らしいことなんですよ。プラスですね、免疫力が上がって病気に対する抵抗力も上がるっていうことなんですね。だから僕はですね、もう常にこれを浴びてます。この治療所に来たらずっとこれを浴びてる感じですね、毛細血管をですね、拡張させて血液の循環を促すっていうことなんですけども、これをもう常にやっております。で、僕はですね、このショート動画でもお届けしたんですけども、血流を良くするための対策としてですね、適度な運動、有酸素運動や筋トレ、良質なタンパク質や脂肪の摂取、野菜をたくさんとってください、あとは睡眠をとってストレスの低減にも心がけてということでですね、お届けしました。まあ、これザ・普通のことなんですね。まあ、当たり前と当たり前のことなんですけども、あとはですね、血流良くなると何がすごいかというとですね、集中力が上がってですね、今危険予知能力っていうのが上がるんですね。危険予知って何かというとですね、周りの視界がですね、見えてですね、あ、転びそうとかですね、あ、危ない、あそこ物がある、危ないとかですね、こう危険予知能力も上がるということなんですけど、これ何かというとですね、血液の循環良くなることで脳が刺激されてですね、いろんなことがですね、この危険予知能力として上がるわけなんですよ。で、こうお年寄りになってきたらですね、動作が鈍くなったりとか、足元がちょっと見えにくいとかになるんですね。血流のね、良し悪しにも問題があるんですね。そういったことによって、ね、集中力が上がるということは何かというと、勉強力が上がるんですね。で、受験中とかもそうなんですけども、この炭酸ミストを吹きかけて頭を軽く施術するとですね、集中力アップにもつながるんですね。あとスポーツのパフォーマンスも上がるということで、僕はスポーツイベントに結構行ってました。コロナ前はね、めちゃめちゃ行ってました。いろんな大会とかですね、いろんな競技の大会にですね、行っているところに行ってですね、イベントブースをさせてもらったんですけども、大好評の大好評ですね。もう写真を見せないぐらいですごいことになってたんですね。で、まあですね、自分ではね、こう炭酸ミストをかけたらどうなるっていうのはもう知ってるからこそですね、皆さんにお届けできるんですけども、血流がいいことでですね、いいことだらけなんですよね。まあ、若返りもそうですし、シミシワたるみの予防にもなりますんでね、そういったことで血流良くなるよということをお届けしたかったんですけども、先ほども言いました、血流良くするための対策としてはね、ほんとシンプル簡単なことなんですよ。あと、こちらのスプレーですね。こちらのスプレーをかけるとですね、常に血流が良くなった状態をですね、維持できるんですね。僕はですね、この機械の方とですね、お家ではですね、こちらのスプレーをですね、シューッとかけてます。かけることで常にオートマチックに毛細血管を拡張させるような状態ですね、常にこれをかけてます。これをかけることでですね、体の状態も良くなるし、免疫力も上がるということですね。病気になれないんですね、仕事からね。風邪もひけない、コロナにももちろんなれないぐらいですね、免疫にはですね、すごい敏感なんですけども、まあ、これを吹きかけるだけでですね、血液の循環が良くなってですね、老廃物や毒素の排出を促進できるし、免疫力も上がるんで、これをですね、常に使ってるんですけども、もしあなたの周りもですね、大事な時にですね、風邪をひきたくないとかですね、大事な時にですね、体調を崩したくないとか、勉強もそうなんですけども、そういった方にはですね、ぜひこういった炭酸生態スプレーを使っていただけるとね、効果が出ますんで、一度試してみてほしいと思います。まあ、ちなみにですね、こちらのオレンジの方ですね、日焼け止めプラス炭酸生態スプレーの白い方ですね、ホワイトが、合体したものがありますんで、こちらも概要欄に貼っておきますんで、よかったら一度ね、チェックしてみてほしいと思います。はい、まあ、これですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったら、いいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。
Thank you.